ここに連れてこられたんだね。ええ、あの子はそう言ってたわ。急ごう、早く助けなきゃ。様一人では不足か。実力的には申し分ないが、そこはルール。二人一組でないと認められないぞ。そりゃ困ったな。よし、おい、お前。臨時で貴様をパートナーにしてやろう。光栄に思うがいい。わかった、共に戦おう。オキテアティのレフェリー勧誘だ。レフェリーもやる気満々。これだからずん
그리고 받았으나이! やめてください。 仕方ない。たまには体動かしてみようかしら。そっちがその気なら。
もう少しくらい手加減してよ。とどめを刺さないだけでもありがたいと思いなさい。おお、怖っ。はいはい、あたしが悪かったわよ。あ、そうそう、その子を薬で眠ってるだけだから、ほっとけば勝手に起きるわよ。しないといろいろ困るんじゃないのか。相変わらず爪の甘い男だな。どういう意味だ。後ろを見てみろ。ごめん、取り返されちゃった。何をやってるんだ。お前は、先輩、また余計な真似を。余計とは何だ。うまくいくはずだったんだ。努力は認めますが、努力する方向が間違っているんですよ。出ておけば。先輩。来たな。すみません、遅くなりました。うん。決勝ギリギリで間に合うとは、ヒーローっぽいではないか。お前の協力なくして、この場に立つことは不可能だった。感謝する。あなたと共に戦えたこと、
いファイトを期待する。おっと、破壊王の相方が復活。ここに決勝の舞台が整った。うちの先輩がまた迷惑をかけたみたいだ。ロクシス。だがそれはそれだ。勝負は本気でやらせてもらう。お前には負けない。僕だって早くも火花を散らす一年生の領友、もはや一刻も待てない。それでは決勝戦ファイト。見事であった。さあ勝者の義務だ。観客の歓声に応えようではないか。はい。こうして僕と先輩は舞踏大会に優勝した。ほとんど先輩一人で勝ったようなものだけど、ちょっと自信になったかも。でも、なんでトニ先輩たちはあんなに僕たちに突っかかってくるんだろう。それにロクシスも。そうそう、あれからロクシスは。ほら、もう観念しなさい。わかったから話してくれ。来た来た。よく来たな。歓迎してやるぞ。よろしくね。あの時は驚かしちゃってごめんなさい。よろしくね、ロクシス君。だから仕方なく来たまでだ。慣れ合うつもりはない。相変わらずだね。本当に仲間にしてよかったね。これはこれで面白かろう。あとはお前たちの努力次第だ。Thank you.
この村だな。噂の疫病が蔓延してるっていうのは。お前はここで待ってた方がいい。移ると厄介だし。え？ついてくるのか？しかし、仕方ないな。以上で私の話を終わります。皆さん入学おめでとう。それでは生徒は速やかに各自の教室に移動するよう。長かったな、校長の話。疲れた。もう帰りて。無駄話してないで、早く移動してください。みんなの迷惑です。なんだよ、うるせえやつだな。文句があるなら、力ずくで言うこと聞かせてみろよ。そりゃいいや。力ずく。そうですか。なんだよその刀。軽い冗談じゃないか。行こうぜ。ほう、今年も面白そうな奴がいるな。ねえねえ、何作ってるの？邪魔しないでくれ。君には関係ないだろ。教えてくれたっていいじゃない。新学期早々二人とも真面目に。もう新学期なのね。新しい子が来たら頑張って驚かさないと。ほどほどにね。話してください。私教室に行かないと。教室に行ったところでくだらない話を延々と聞かされるだけだ。困ります。迷惑です。この声、まさかまた連れてきたのかな。全員揃っているな。今年は生きのいいのを連れてきたぞ。説明してください。いきなり連れてきて何なんですか？グンダルくん、無理やりはダメよ。無理やりではない。こいつは心の中でここに来ることを望んでいたのだ。私はヒロメール。ヒロでいいよ。僕はメイン。よろしく。あの、自己紹介の前に、ここはどこです？なんで私はここに？
てるアトリエだよ。毎日ここでお勉強してるの。君が連れてこられたのは、ほら、ああいう性格の人だ。納得しました。アトリエを借りられるという話は伺っていましたし、ですが。どうかした？なんでこんなに汚れてるんですか？そんなに汚れてる？いつもこんな感じだよね。失礼ですが、とても錬金術を行う場所とは思いません。お菓子の食べかすまで散らかして、もしかしていつも遊んでいるんですか？人聞きの悪い、ちょっとした息抜きだよ。アトリエは息抜きをする場所ではないと思います。そもそも硬いことは言いこなしだ。入学初日からそれでは3年間持たんぜ。このアトリエの責任者なんですか？責任者？あまりかっこいい言葉ではない。部長、いやリーダーの方が。呼び方はどうでもいいです。先輩が無責任だからこういう状態なんですね。リーダーを名乗る以上、全員をきちんと管理、統括しなくては。そう、矢継ぎ早に喋るな。おい、お前たちからも言ってやれ。そろそろ帰ろうか。この騒ぎでは研究になりませんね。先に失礼します。おのれ白状者どもめ、これまでの恩を忘れたか。ちゃんと聞いてください。私を連れてきた以上はで相応の。36系逃げるにしかずった。あ、待ちなさい。先輩がやり込められるなんて初めて見たよ。楽しくなりそうだね。そう？じゃーん！完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。We'll be right back.